ローカルの幅が来る。これは標準タイプ。標準の幅ですね。78センチの幅ですね。78センチ。はい。広げられることもできる。うん、技術的には可能です。はい。あまりやらないですけどね。お部屋の方が狭くなっちゃいますので。こちらはリクシルのトイレが設定されてまして、はい。こちらですけど、ちょっとちょっとだけオプション価格が出ちゃってるんですけど、はい。一体型ですよね。あ、これは標準の便器ではない。ないですね。リモコンがセパレートになる。こちらについてますね。基本的にトイレは階段の下に来ますので、はい、天井の方は斜めになっていることが多いですね。まあ、頭は当たらないぐらいになってますので、そこはご心配なくですね。これはウォシュレットが全部ついてるんですか？こちらにはついてますね。2階のトイレにはついてないです。あ、1階だけってことですね。そして空間さえあれば、こちらは階段の下に収納もなってますね。なるほど。ここは収納しない場合でも中がランドですので、まあ空間の有効活用って形ですかね。スペースさえあればこういった形で作れますので、中も見ていただいて、ね、途中まで階段が来て斜めになってますけどね。こっちは平らになってますよね。こういうのもあるとないでだいぶ収納力変わるので。掃除機とかがね。そうですね、ちっちゃいやつが入りますよね。で、お2階ですか。はい、行きましょうか。どうぞ。これ手すりは？手すりはこの外側に標準でつけてあります。あ、標準でついてますね。はい、へえ。13段で上がりきるんですね。はい。で、このお家はちょっとお部屋が各部屋ちょっと手狭になってるんですよね。通常であれば8畳、6畳、6畳って構成なんですけど、この場合は6畳、もう一つも6畳と5畳ちょっとですかね。この床上がってるのは下が階段だったんです。ああ、なるほど。はい。ちょっと上になります。もう閉めちゃえば分かるんですけど、ね。階段上収納ってこの形になります。で、こちらは先ほどの押し入れと同じ大きさですかね。これはかなり収納される容量多いと思います。なるほど。ウォークインとかにもできるんですか？変えられるんですか？できますね。この奥行きだとウォークイン厳しいんですけど、もう45センチあれば、ウォークインクローゼットに変えることもできます。その場合、真ん中に折れるつけてあげて、この字型で半額で回すことも可能ですね。それは設計変更に関わってくるんですか？そうですね。はい。こんな感じで、ストッパー外せますので、新しいの設定、大物入れるときなんかは、よろしいかと思いますね。このが、押さえて使いますよね。ハンガーパイプの位置も今これセンターに来てますけど、ちょうど真ん中ですね。もっと手前にしてあげても、ハンガーかけても十分この折れるに引っかかりませんので、手前にしてあげて奥の方空いた空間で薄めの本棚入れるとかぐらいの奥行きがあるとかですね。押し入れの奥行きですね。結構大きいですね。広いですね。上も大量収納があるので。すごい。入りますよ。これ珍しいです。巻き上げ式の網戸なんですけど、開けて、縦すりにもなるとこういう設定が多いですね。はい、隣の部屋ですね。この二間が先ほどリビングから、リビングの吹き抜きから面してるんです。はい、ここです。遊び心があってもね。まあ、ここバルコニーに面して、バルコニーの出幅が、はい、この出幅が標準ですね。標準の幅、この80センチぐらいですかね。マンションと比べると狭いんですけど、物干す分には十分の幅なのかなと。ただ室外機、エアコンの室外機と置いちゃうとちょっと狭くなるので、そういったところも間取りの打ち合わせに工夫する必要があると思いますね。あ、なるほど。これをバルコニーを広くできるんですか？できますね。基本的に1階の壁から90センチまでは
跳ね出すこともできますので、それ以上出す場合は下の窓にも変えてあげれば、これがもっと広くすることも可能ですね。ああなるほど。この、もう少しの竿桶なんかの場所も変えれます、ね。うん、